いやこんな画面から始めてすごく申し訳ないんですけど、今回は魔女たちの眠りのね、金塊編をやっていきたいと思います。おめでございます。なんでこんな画面からなんかっていうと、俺これめっちゃびっくりしたんやけど、ちょっとね YouTube を見ながら配信の準備してて、ずっと画面放置してたんですよ。画面放置してたらね、何分ぐらいやろう、 2,3 分ぐらいしたらね、こいつ出てくるんですよ。マジでびっくりしたからな。パッと画面を正面に戻し、目を正面に戻して、うおーって人と目合ったってめっちゃびっくりしたんですけど、まあやっていきますか。ここで、今回金塊編に入っていきたいと思うんですけど、もうそれどころじゃないからね今俺の頭の中は。いや、いきなりびっくりした人本当申し訳ないんですけど、やっていきましょう。喪服の女性のことを調べるべきだと思ったで、ここで金塊編に分岐するんですよ。なのでこっからやっていこうかな。喪服の女性のことを調べるべきだと思った。あの女性はなぜ殺さなければならなかったのか。そして女性の死体はどうなってしまったんだろう。あの村人たちの異様な反応、もしかしたら他人の人間なのだろうか。とにかくあの女性の正体を探ってみよう。そうすればきっと彼女の行方も見えてくるはずだ。一体この村にはどんな秘密が隠されているんだろう。翌日夕方になるのを待って、僕は村の中心部に向かった。あの森に入ったことで村人たちは僕に敵意を持っているはずだ。昼間に目立った行動はできない。敵意を持っているって分かってるんだったらいいから一旦帰ろうよな。特に川村巡査は僕をさっさと追い出したい様子だった。僕はさらに用心を重ね、苗に合った作業着と麦わら帽子で変装して歩いた。何をそこまで駆り立てるんだろうなこいつを。めっちゃ気に入ってんのかな実はこの村のこと。それにしても村の様子は不気味だった。まるで昨日の恐ろしい出来事などなかったかのように、みんな笑顔のまま何ら変わらない生活を送っているのだ。何かこう悲壮感や恐怖感みたいなものはない。あ、もうちょっと変わってるね。この時って大体なんか門田にこう決起されてみんな盛んになってるとこだよね。A 子ちゃんが殺されたばかりか、川村巡査があの喪服の女性を撃ち殺したというのにだ。あれ川村巡査が撃ったんや。まるで何もかも知っているような落ち着きは何なんだ。悲しみを忘れるために必死に明るく振る舞っているのか。それはそれで怖いけどな。なんだか僕すらもあの恐ろしい事件が全部夢だったんじゃないかと錯覚してしまいそうだった。まあいい、今は喪服の女性のことを調べるのが先だ。とりあえず僕は金山委員に向かうことにした。あの先生ならきっと女性の正体を知っているに違いない。金山委員に行くと、そこには、そこはひっそりと静まり返っていた。鍵が開いていたのでこっそり中に入ってみたが、やはり誰もいない。どうやら出かけているようだ。困った、どこに行ってしまったんだろう。僕は他を探そうと思った。隠れて待つことにした。今のうちに机などを調べてみようと思った。これどれでもいいんだよな。隠れて待つことにした。村に探しに戻って、川村淳さんに見つかったら大変だ。今はここで待つしかないだろう。そのうち必ず帰ってくるはずだ。とにかく金山医師に会って話を聞かなくては。きっと何か知っているに違いない。僕は奥にあったベッドの下に身を隠すと、金山医師の帰りを待った。これ人んちのベッドの下に隠れるっていうのは犯罪ではないのかな。早く帰ってこい。言ってることが殺人鬼やからな。ジェイソンや。とにかく奴に気づかれないように、村の人間にはいつも通りにしておれと言ってあるんです。まったくこの肝心な時に。まあ落ち着け。その話し声を聞いて僕は慌てて目を覚ました。金山医師が戻ってきているではないか。どうやら誰かと一緒のようだった。声の様子からすると門田さんだろうか。それでそのよそ者のことなんですがね、やはりそれは門田さんの声に近いなかった。あ、門田なのか。あまり村を出たからないんで、川村の実家に置いて監視させるつもりだったんですよ。どこに行ったんだか。僕を監視するだって。では川村巡査が宿を世話してくれたのはカルタさんの命令があったからなのか。やはりカルタさんはその権力で村を支配していたのだ。そしてどうしても僕に知られたくない何かがあるようだ。とにかく見かけたらすぐに連絡してください。もしかしたら谷への行き方はあの女教師から聞いているかもしれませんから。谷の入り方、そういえば川村巡査が谷がどこにあるかわからないと言っていた。どうして彼女がそんなことを知っていたんだろう。しかし本当に A 子を殺したのは谷の連中なのか。
わしにはどうも信じられん。何を言ってるんですか。金谷氏の言葉にカルダさんは大きな声を上げた。エーコを殺したのは絶対に他人の連中です。他に誰がいるって言うんですか。見ていてください。皆殺しにしてみせますよ。穏やかじゃなさすぎる。発想がおよそ人間、どっちが人間じゃないんだって話やからな、これもはや。まんまで他人の連中を始末するというのか。もちろんです。カルダさんは平然と答えた。エーコの敵です。連中を皆殺しにして、そのまま金庫も奪ってやる。言ってることが不純。急に不純。その声はさっきに満ち溢れている。バカな。もし魔物が。先生、まだあんな伝説を信じとるんですか。これ魔物出るな。まったく、これだから年寄りは。それはオブラート5つ目。おらんとこで言え。カルタさんは吐き捨てるように言った。一体どうなっているんだ。エイコちゃんを殺したのは他人の連中なのか。それに金庫って。奥の方で電話が鳴った。お、電話だ。金谷名士が受話器を取った。はい、まあ、わしだ。何やらうなずいているそぶり。ここからではよく見えない。わかった、すぐに行こう。そう短く答えると電話を切った。すまん、ちょっと用ができて出かけなきゃならん。ああ、もう結構です。要件はそれだけですので。とにかくあのよそ者のことはお願いしますよ、先生。見かけたらすぐに。ああ、わかったよ。そう言いながら二人は出て行った。しかしさっぱりわからない。谷田の近郊だの、この村には謎が多すぎる。このことと彼女の失踪は何か関係があるのだろうか。まあ考えていても仕方がない。とにかく話を聞いてからだ。僕は慌てて金山医師の後を追った。僕は見つからないように物陰に隠れながら後をつけた。金山医師はカルタさんと別れ、今一人でゆっくりと寺の石段の前を歩いている。どこに行くつもりなんだろう。なんか金山医師ってさ、そこにおるのだろうとか言いそうよな。ピク、分かっておるよ、出てきなさいとか言いそうよな。僕は少し苛立ってきた。周りには誰もいない。そろそろ声をかけてみるべきか。このゲームで唯一ちょっと有能そうな匂いがするもんな、金山医師。この辺りなら人気もないから都合がいい。なんやかんや水谷もポンコツやったしな。金山先生、背後から無言で、これはどれでもいいんだよね。背後から無言で肩に手を置いた。これ面白そう。死なない?金山先生、びっくりしすぎて。背後から無言で肩に手を置いた。金山医師は飛び上がって驚いた。だろうね。どうも。しかし僕の顔を見てもっと驚いたようだ。どこに行っとんだんだ?金山医師は慌てて言った。まあちょっと。それよりさっき、カルタさんと一緒に病院にいましたね。僕は思い切って言った。さあ、どうだったかな。ごめん、前言撤回するわ。無能そうだわ、この人。とぼけないでください。話は一部始終聞かせてもらいました。この村には何か秘密があるんですね。知らん。わしは知らん。一体何を隠しているんですか。僕は金山医師の胸元をつかんだ。谷って何なんですか。銀行って何なんですか。彼女は一体どこにいるんですか。僕はさらに金山医師の胸元を締め上げた。答えてください。苦しい。話せ。そこまでだ。その時だった。あ、いつものやつ来るよ、いつものやつ来るよ。背後で大きな叫び声が聞こえた。驚いて振り返ってみると、いつものやつ。そこには河村巡査が立っていた。その後ろには村人たち、包丁や鉄パイプを手にこちらを睨みつけている。いつの間に。金山先生を話しなさい。そう言うと、間違えた。金山先生を話しなさい。そう言うと、川村か。川村の声。金山先生を話しなさい。そう言うと、川村巡査は拳銃をこちらに向けた。助けてくれ。僕がひるんだその隙に金山医師は村人たちに向かって走り出した。あ、動くな。川村巡査は叫んだ。本当に撃ちますよ。僕は動きを止める。さあ、一緒に来てもらいましょうか。カルタさんがお待ちです。やはりカルタさん。いや、カドタの命令だ。それでも警官か。僕は思わず叫んだ。黙れ。突然河村巡査の表情が変わった。貴様、谷への道を知ってるな。僕が?知るわけないじゃないか。嘘だ。あの女教師の知り合いだろう。絶対何か知ってるはずだ。村人の一人が叫んだ。そうだ。お前は魔物の森に入って無事だった。谷への生き方教えろ。違う、誤解だ。しかし僕がいくら叫んでも無駄だった。村の人間はまるで聞こうとしない。騙されるな。
もしかしたらあの女教師みたいに他人の連中の仲間になったのかもしれん。その言葉がさらに村人たちの目を憎しみで満たしていく。しかしどういうことだ。やはり彼女は他人の人間と関係があったのか。英子を殺したのは他人の連中だ。あんな奴らにやられっぱなしでいいのか。復讐だ。そして金庫を奪い取るんだ。川村巡査の叫びに村人たちはもう完全に殺気だった。殺してやる。村人がつぶやいた。そうだ、他人の人間には死を。その声はどんどん大きくなっていく。あ、この展開久しぶりだな。他人の人間には死を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 。頑張った。やつを捕まえるんだ。そして村人たちは手にした武器を振り上げながらゆっくりと僕に向かって進み始めた。僕は、説得してみるか。思い切って説得した。冗談じゃない。みんな何を誤解してるんだ。僕の話を聞いてくれ。しかし村人たちの狂気の行進は止まらない。だろうね。頼む、信じてくれ。僕は谷への生き方なんか知らないんだ。僕は声の限りに叫んだ。みんなどうかしてる。これは立派な犯罪なんだぞ。まあお前も結構怪しいけどね。あ、いつものやつか。びっくりした。怖くないんだよな別に。もうあの目玉の方がなんぼか怖いからね。突然右腕に激痛が走った。そっから血が滴り落ちる。川村巡査が僕を撃ったのだ。弾は僕の右腕をかすめ、切り傷のような跡を残している。今度はかすり傷では済まさんぞ。川村巡査が今度はかすり傷、難しいな、かすり傷では済まさんぞ。川村巡査は銃口を僕に向けながら言った。ダメだ、もう何を言っても聞いてもらえそうにない。僕は慌てて走り出した。いや、なんでワンチャンあると思ったの。説得しようとしたのは俺やけど、こうなったら逃げるしかない。おい、逃がすな。そして狂気に駆られた人の群れが一斉に後を追いかけた。僕は、村の中を必死に逃げた。振り向くと村人たちはどんどん数を増やしながら迫って追ってくる。その中には女性や子供の姿もあった。この村はどうなっているのだ。悪い夢でも見てるんじゃないのか。とにかく早く逃げなければ。捕まってたまるか。女、トマホーク。その時どこからか飛んできた斧が僕の頭をかすめた。頭かすめたの、斧が。あ、驚いてその方向を見るとそこには一人の老婆が立っていた。お、今回出てないのにね、この人。出会ってないんだよ。逃がさんぞ、谷への道を教えんか。そして武器、ういーって言ったな。そして不気味な叫び声を上げながら僕の背中にしがみついてきた。なんか産みそう、口から。卵とか産みそう、この人。知らない。僕は本当に知らないんだ。僕は慌てて老婆を振り払った。しかし老婆は諦めない。まるで取り付こうとしている化け物だ。いたぞ、捕まえろ。さらに厄介なことに村人たちまでが追ってきた。ああ、迫ってきた。バンジキュースだ。そうだ、裏山に身を隠そう。とっさに僕はそう思った。まあどう考えてもこっちの村人たちの方が地の利はあるだろうからね。裏山に身を隠すとか握手中の握手だと思うけどね。魔物の森に逃げ込めばきっと村の連中は追ってこない。でももし本当に魔物がいたら、いや、今はそれどころではない。僕は老婆を振り払い裏山に向かって必死に走った。はい、いつものコウモリ、こんにちは。裏山に入る頃にはすっかり夜になっていた。おーい、いたか。いや、ダメだ、まだそう遠くには行ってないはずだ。そっちに回れ。奴を包囲するんだ。松明の炎がうごめき、村人たちの声が闇の世界に響き渡る。魔物の森を目指して裏山に入ったまではよかったが、すっかり迷ってしまい、僕は村人たちに完全に追い詰められていた。なんとか茂みに隠れてはいるものの、このままじゃ見つかるのも時間の問題だろう。逃げようにも自分がどこにいるのかよくわからない。下手に動くと見つかってしまう。僕は途方に暮れていた。しかし谷とはどんな存在なんだろう。そこには文明を拒絶した人間が住んでいて、金庫もあるらしいが。これちょっと面白い匂いするんだよな、このシナリオ。谷に向かうには何か特別な道があるのだろうか。英子ちゃんを殺したのは本当に谷の人間なのか。彼女の失踪はこのことと何か関係があるのだろうか。様々な疑問が頭をよぎる。もう訳がわからない。一体何がどうなっているんだ。その時だった。しまった。僕はそばにあった枯れ木を踏みつけてしまった。うっかりさん。いたぞ、こっちだ。見つかった。よし、逃がすな。
松明の明かりが村人の声とともに近づいてくる。どうやら僕は完全に包囲されてしまったようだ。ね、いつものって。わっ、その時急に後ろから手が伸びて僕の口を押さえつけた。やられる。静かにして。女の子の声だった。僕は口を押さえていた手を振り払うと後ろを振り返った。早くこっちよ。そこにあの謎の少女が立っていた。その細い手が僕の腕を強引に握る。そして僕は、少女に手を引かれるまま闇の森を全速で走った。どれくらい走っただろうか。道なき森の中をしばらく行くとあの祠のあたりに出た。ちょっと待ってくれ、もう走れないよ。僕は足を止めて地面に座り込んだ。慣れない暗闇の森を走り回り、僕はすっかり息が上がっていた。急いで、もう少しよ。しかし少女は強引に僕の手を引っ張り立ち上がらせようとする。殺す気か。僕は大声を上げた。どこにつくも、頼む、休ませて。僕は泣きついた。まあどれでもいいんだよな。どこに行くつもりなんだ。この辺一緒なんよな。もうちょっとなんか変わってそうなところまで行きたいな。ほい。この辺も一緒だな。間違えた。あ、こうか。こっちだったら早いな。まあ少し、あ、間違えた。ときめきたかった。あ、この辺からだな。一体この村はどうなっているんだ。魔物だの、近郊だの、村人たちはどうかしている。タイは黙って聞いている。オムーナのことも君はよく知っているんだろう。あなたは知らない方がいい。どうして。この世の中には知らない方がいいこともあるのよ。冗談じゃない。僕は思わず大きな声を出してしまった。このまま僕に黙ってろっていうのか。こんな死にそうな目にあって、なのに何も知ることができないなんて、そんな話ないぞ。教えてくれ、僕には知る権利があるはずなんだ。しかしタイは答えなかった。なあ頼むよ、教えてくれ。僕はタイの肩を掴んだ。もう後戻りできなくなるわ。構わない、あなたも意地っ張りだわ。ようやく真実の扉が開く時が来たのだ。遠い昔から谷には深い均衡があるの。谷の人間にはそれを守るために先祖代々外の世界とのつながりを持たずに生きてきたわ。できるだけ目立たないように暮らして銀行の存在を隠してきたのよ。ただどうしてもお金が必要な時だけはカルタに金塊を売っていたわ。カルタに？仕方なかったのよ。本当はあんな奴に売るのは嫌だったんだけど、あいつ外の世界に詳しいから。私たちには金塊の使い方なんてわからないわ。どうとでもできそうやけどな。金塊に価値があることぐらい誰でもわかりそうなもんだけど。なるほど、あのカドタのことだ。なんか大黒屋とかに行こうよ。他人の人間を騙して安い金額で金塊を買い取っていたに違いない。それで富と権力を手にしてきたんだろう。ちっせえ男だな。しかしあのカドタがよく今まで金庫を奪おうとはしなかったな。僕は言った。カルタがそんなあぶく銭で黙っているはずがない。手が出せなかったのよ。銀行の場所は民の人間しか知らない。それに村の人間が森に足を踏み入れたら決して生きては帰れない。銀塊を手に入れるには民の人間を使うか、ある方法を使うしかないの。ある方法？僕は言った。民の人間は殺されたってその場所を教えたりしないわ。タイは僕の質問には答えなかった。聞こえなかったのだろうか。それともそれに魔物が谷を守ってくれているの。魔物が？伝説によればその昔、村人が金庫を奪おうとした時に魔物が現れて谷を救ったそうよ。今はあの祠の中に怒りを鎮める神と一緒にいて谷を見守っているんだって。だから村人たちは魔物が再び起こり出すことを恐れてそこから先には決して入ってこないの。なんだかすごい話だな。僕は突拍子のない展開に少し頭が混乱した。少しで済んでるのがすげえな、お前の頭。魔物なの金庫なのまるで現実とは思えない。先生も初めてこの話を聞いた時にそう言ったわ。タイは悲しそうに言った。オムナが？ええ、村人は他人の人間を憎んでいるの。金庫を独り占めにしてるって。でも先生だけは違った。他人の人間にもとても優しくしてくれたわ。だけど私たちと付き合ったばかりに他人への道を知っていると思われて誰かに連れ去られたのよ。おお、そういう展開か今回は。そう言うとタイは無言で僕に手を差し向けた。その手の上には懐かしいものが乗っていた。あの貝殻のペンダントだ。森の中にあったわ。きっと逃げるときに落としたのね。
先生、どんな時でもこれを身につけて嬉しそうに言ってたわよ。初恋の人がくれた約束のプレゼントだって。涙が止まらなかった。まだこんなものを持ってたなんて。彼女の心の中では初恋は思い出ではなく今も生き続ける現実だったのだ。この初恋設定いんのかなっていうぐらいあんま役に立ってないけどね。オムナ、誰が彼女を。必死に涙をこらえながら僕は言った。誰が彼女を連れ去ったんだ。誰だ、カルタか。待って。タイは急に険しい表情になった。まあこんだけペチャクチャ喋ってたらね。静かに。そう言うと同時にタイは僕の頭を押さえつけ地面に伏せた。めっちゃ勢いよく押さえつけてほしいな。バーンっつって。そんな強くやる？みたいな。誰か来る。しかし僕の耳には何も聞こえなかった。おい、誰も。静かにして。少しの間妙な静けさが森を支配していたが、やがて人の話し声が聞こえてきた。おい、しっかり持てよ。わかってるよ。うるせえな。木々の間から二人の男がやってくるのが見えた。あ、前と一緒のやつかな。細長くて大きな箱を担いでいる。オムが入ってんのかな。どうやら僕を探しているわけではなさそうだ。あ、あの殺した人が入ってんのかな。驚いとっか。あ、あれは。その箱を見て驚いた。オデレーだ。間違いない。あれは棺桶だ。おい、もうここにしちゃおうぜ。え？でも魔物の森に埋めろって。いいじゃねえか、誰も見ちゃいねえんだ。早くしないと奴らに見つかっちまうぞ。そうだな。二人はそう言うと持ってきたスコップで祠の近くを掘り始めた。きっとカズダの命令だな。するとあの森の中には、おばさんだ。タイが言った。おばさん？もしかしてあの葬式の時の女性か？そうよ。どうしても人間の葬式なんかに来たりしたんだ。谷の無実を訴えるためよ。おばさんはカルタの娘を殺したのが谷の人間じゃないことを証明するためにわざわざ葬式に行ったの。これもなんか今回もカルタがやったんじゃないの。エイコちゃん殺したの。みんな止めたんだけど、谷へ攻め入る口実を作りたかったんじゃないの。じゃあ谷の人間が犯人じゃないんだね。あいつそんなことしそうだもん。当たり前だわ。タイは強い口調で言った。なるほど。カドタは A 子を殺したのが他人の人間だと誤解して河村巡査を使ってあの女性に復讐したんだな。きっと誰かの罠よ。他人の人間に罪を着せるためにカルタの娘を殺したんだわ。銃弾をさ、ごまかすことってできなくない？人を殺したのは村ぐるみで消せるとしてもさ、銃弾使ったのは警察なんやったらさ、それはチャラにはできんやろ。先生を連れ去ったのもきっとその人間よ。河村遅かれ早かれじゃない？どういうことだろう。村の実力者である門田の娘を谷の近くで殺し、暴動が起きるように仕向けた人間がいるというのか。一体誰だ。誰が彼女。門田でしょう。さ、とっとと帰ろうぜ。棺を埋め終わった男たちがスコップを抱えながら暗闇の森へと消えていった。よし、行こう。男たちが立ち去ったのを確認して、僕たちは茂みの中から飛び出した。しかしその時だった。突然黒い人影が僕たちを押さえつけた。僕はわけのわからないままあっという間に両腕を後ろで縛られ、地面に突き飛ばされた。一体何が起こったんだ。いつもの。やっと捕まえたか。その声に驚いて顔を上げると、そこには門田を筆頭に村人たちが立っていた。水谷先生はもちろん、河村巡査や金山医師もいる。なかなか探しても見つからんのでね、その死体を罠に使わせてもらったよ。罠になってないけどな。罠って言わないよ。こんなに簡単に引っかかるとは思わなかったかな。カルタは肉肉しく笑いながら言った。僕の横ではタイが無抵抗のまま村人に縛られていく。やはり他の人間の仲間だったんだな。そう言うとカルタは僕の顔を蹴り上げた。その人は関係ないわ。タイがカルタに叫ぶ。うるさい。よくもエイコをひどい目に遭わせてくれたな。あれは他の人間がやったんじゃないわ。それはあなたが一番よく知ってるんじゃないの。黙れ。さあ、谷への道を教えるんだ。カルタは叫んだ。言うわけないじゃない。しょうもないガキだ。まあいい。どうせお前は口が固いんだろうからな。先に殺して、その男からゆっくり聞き出してやる。やれ。カルタの号令で村人たちが一斉にタイに襲いかかった。やめろ。僕はタイのその小さな体の上に覆いかぶさった。僕の背中めがけて無数の武器や拳が振り下ろされる。
体中に激痛が走り、意識が遠くなっていく。やめて。タエの悲鳴が聞こえた。もういいの。私のことはいいから逃げて。いいんだ。そういうのが精一杯だった。もう目も開けられない。体を動かすことすらできない。僕はタエを助けられないのか。いい、よく聞いて。その時だった。タエが僕の耳元で囁いた。私がやられている間に他人に逃げて。いい、絶対に、絶対に忘れちゃダメよ。え？全てを見抜く光、万人を救う力、正直な心、危険な欲望、何のことだ？それが他人に行く道と関係があるのか？そのガキを吊るせ！その時カルタの声が聞こえて、僕の体はタイから引き離された。タイが連れて行かれる。自分が情けない。何とかしなければ。僕は今にもどこかに行ってしまいそうな意識を必死に呼び覚まし、重いまぶたを開けた。またいつものやつでしょう。どうせ目の前にあの祠があった。頼む、本当に魔物がいるなら耐えよ。耐えを助けてやってくれ。もし扉を開けようとしたのが悪かったら謝るから。だから耐えよ。これより谷の人間の処刑を行う。カルタの絶叫が響き渡る。いいか、あの男から道を聞き出したら一気に谷に攻め込むぞ。連中を皆殺しにするんだ。こんなのなんか普通に東京のなんか警視庁とかに言ってね、捜索することをお願いしたらなんかどうにかなりそうなもんだけどな。こいつらの悪事全部バレるでしょ。さすがに日本の警察なめんなよ。他人の人間には死を。そうだ、他人の人間には死を。カルタの言葉に村人たちは大声で続く。他人の人間には死を、他人の人間には死を、他人の人間には死を。谷氏、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 谷氏。絶叫の中、大木の太い枝にかけられたロープがタエの首に何重にも巻かれていく。タエ！しかし必死に体を動かしても前に進まない。タエ！タエ！逃げて。タエの唇がそう動いた。タエ！よし、準備はいいか。タエの首に巻きつけられたロープの端に大勢の男たちが集まる。まるで綱引きでもするかのように今か今かとカルタの合図を待っている。やめろ！お前たちは人を殺そうとしているんだぞ！しかし僕の絶叫にカルタは表情一つ変えなかった。よし、やれ。カルタの合図で男たちが力任せにロープを引いた。やめろ、やめるんだ。いつの間にか嵐は雨を伴い激しく僕たちを打ちつけていた。ずぶ濡れの中、タエの体が勢いよく空中に舞った。はい、いつものムービーをお楽しみください。これ全然気持ちのいいムービーじゃないんやけどな、マジで。できれば見たかねえよ。首は折れてしまったのか、だらりと垂れ下がり、ピクリとも動かない。タエ、死ぬな。なぜこんな目に遭わなきゃいけないんだ。誰がこんな恐ろしいことを。タエ！薄れゆく意識の中で、僕はタエの名を叫ぶしかなかった。これで2話に続くのかな？魔女たちの共感。続、普通やったな。長々と付き合わせた割に普通やったな。ごめんね、なんか。ほんとすいませんでした。じゃあ次回この2話、金塊編やっていきたいと思いますので。いやー、金塊編はさすがに面白いでしょう。はい、ってことでありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。心の広い方はぜひともよろしくお願いいたします。心よりお願いします。それでは。またね。